武藤博士大は、日本の元女子、プロレスラー。北海道帯広市出身。身長170センチメートル、体重80キログラム。血液型大型。吉本女子プロレス JD に入門し、1998年8月28日に、体育が千でデビュー。2001年、東京の大森ゆかりの下で、チョップ修行を行った。2002年は、ハング鈴木。 旧聖忍者ランマルとのトリプルスレッドとして活動。2003年3月23日の横浜文化体育館大会での高道の区とのシングルマッチを経てタッグを結成。4月13日にウォンテッドから TWF 世界タッグ王座のベルトを奪取したが即日奪還された。5月31日、ファング鈴木とのカー選手権に敗れ、リングネームが カニミソ花子に強制的に変更されるも8月10日の再戦では見事勝利しベルトと共に元のリングネームを取り戻した2004年4月29日に吉本女子プロレス JD から JD スター女子プロレスに解消後の路線変更による選手大量解雇後は同じ境遇の選手たちで立ち上げたチーム OK に合流したチーム解散後の現在は フリーランスとしてリングに上がっている。また、ガッツワールドには松井ファミリーの姉、松井博次第として登場している。2008年12月21日の引退を表明。ありがとうございます。